甲子園に向けて練習しているのは野球部だけではありません。応援部も甲子園に向けて練習している部活の一つです。今回は応援部キャプテンの田畑美久さんにインタビューしてみました。どんな応援を目指していますか？やはり観客席が一つになってすごい最高の状態で盛り上げて、今でも盛り上げて選手に最高の応援を届けられるような、そんな応援を目指しています。応援部で大変なことは何ですか？試合時にピンチになった時に観客席が一回シンってなる時があるんですよ。その時にもう一回盛り上げられるように応援部が一丸となって会場をまとめて、また選手に応援を届けられるようにするのがやっぱ大変です。甲子園に向けての意気込みをお願いします。今まで大きな感動や勇気を与えてくれた野球部、またお世話になった先輩や先生方のためにも全力を尽くして頑張りたいと思います。ありがとうございました。